進化です。感染拡大以降注目され、実際に増えてきています。食べ物や飲み物をテイクアウトしたい客に応える移動販売の最新事情を取材しました。外食しづらい時でもお店の本格料理を楽しめるのが、そう、キッチンカーです。街のあちらこちらで見かけるキッチンカー、店でしか味わえない一品をテイクアウトできるのも魅力の一つですよね。うわ、食べて美味しかったね。でも買って午前中すごくお客さんが多く来られてたので、興味があって美味しそうだった。イベント感があって楽しそうですよね。いいと思います。しかし、こういう時に本当はキッチンが活躍するんですけど、まあ、できない状況にあります。テイクアウト需要の追い風があっても課題があるようです。そこで今日の特捜級チームは、コロナ禍で活況のキッチンカー、今抱える課題とは。やってきたのは糸島市のスーパー。駐車場にキッチンカーを出店するサルーテは、本格的なイタリアンをテイクアウトで楽しむことができます。食べに行きたいけど行けないっていう人たちもやっぱりいらっしゃると思ってですね、なんでレストランのメニューをそのままキッチンカーで運んで、まあ、お客さんの方に出向いてちょっと提供したいなというのがあります。古賀さんは糸島市でレストランサルーテを経営。度重なる時短営業や外食控えの影響で苦しい日々が続いていました。そんな中、およそ1年前に始めたキッチンカー、新たな可能性を感じています。キッチンカーでお客さんがレストランに今度食べに行ってみたいって方だったり、逆にレストランに今ちょっと行けないから、じゃあキッチンカーで今日は買って家で食べようかなっていう感じでですね、ちょっと相乗効果みたいな感じで、糸島の食材にこだわり、地元の農家や漁師とも親交がある古賀さん。レストラン厳しいイコールやっぱ漁師さんも農家さんもちょっと厳しい状況にあってですね、仕入れ先もやっぱ困ってると思うので、ちょっとその手助けにっていうかですね、なんか少しでも、まあ、循環型になるといいかなと思いました。一方、こちらはキッチンカーの製作を手掛ける会社。コロナ前と比べると注文は3倍から4倍になったといいます。まず相談件数がコロナになってから増えたのは確実。キッチンカーの製作は300万円から。店舗に比べると初期投資が少なく維持費も抑えられるため、始める人が多いそうです。コロナの時代になって、で飲食店さんが移動販売やりたいって方が増えてるんですけど、自社でやっぱ持ってる商品をいかにテイクアウトとか弁当という形に作り変えてやっていくから、こうして広がっている移動販売。しかし今共通の課題があります。場所の取り合いになっちゃってです。展開できる場所っていうのがやっぱり限られてる範囲なんで、もう少し、ね、協力できる場所がいっぱい増えて、出店できる場所が少しずつ増えていったら活用方法って増えるなって思うんです。キッチンカーを取り入れたイタリア料理店の古賀さんは、イベント自体も今ちょっと中止になってるところがあるので、案外ちょっとこういう時に本当はキッチンカー活躍するんですけど、まあ、できない状況にあります。再び感染が拡大し、イベントなど出店する場が減少。店舗だけでなく移動販売もコロナに左右されています。場所という課題があるということですけど、最近私の家の近くに焼き鳥のキッチンカーができて、結構目に見えて増えてきた感じはありますよね。身近になってきましたよね。全国の主要都市の中でも福岡市はそれが特に顕著なんです。1年間に市が新規営業を許可した数は、コロナ前が393件、それに比べて去年は539件とおよそ 1.3 倍に増えています。しかしキッチンカーにはスペースの問題があります。そこで地元企業がある取り組みを始めました。
1台のキッチンカーがやってきました。開店の準備をしているこの場所、実は福岡市早良区にあるタクシー会社の営業所です。買い求めているのはタクシードライバーや近所に住む人たち。初めて買われるんですか？そうですよ、ハンバーグ好きな方ですから。あったかい料理が食べれるんですか？はいはい、嬉しいですよ。お、キッチンカーだと思ってですね、あ、珍しいと思って買いたくなったんでですね、近くにあるとこうやって電動車椅子でさーっと来てですね、買えるので非常に便利ですね。営業所の駐車場にキッチンカーを誘致するこの取り組み、34都道府県に展開する第一交通産業グループと空き駐車場予約サービスを手掛けるアキッパが共同で始めました。先月の実証実験で盛況だったため本格的にスタートしました。許可もらえてる場所がなくてですね、今のところは少ないです。まだ出せてる場所は。そういう意味ではでもこういう場所で、はい、新しくサービスが始まるっていうのはありがたいです。移動販売する業者はスペースが確保できると安定的な売り上げにもつながります。この仕組みが広がってほしいと言います。お店の方からは出店場所の場所がなかなか見つからない中で、まあ、今回このような取り組みをしていただいてすごいありがたがっていただいております。第一交通は全国200カ所の営業所を持っていて、今後場所を検討しながらこの取り組みを広げていきたいとしています。乗務員さんの健康面で の課題というのを解決できたらという思いと、キッチンカーを地域住民の方だったり周辺の企業の皆様にもですね、利用していただくことでタクシーの営業所がより身近に感じていただいて地域の賑わいにもつながればいいなと思っております。ホームセンターやこういわゆる家具のお店ですね、こういったところの駐車場を提供する動きっていうのも出てきているそうなんですけど、そういう動きが広がれば堤さん、よりこう参入しやすくはなりますよね。そうですね、飲食店やってる知り合いに聞いたらですね、そこに勤めてた人がやっぱりコロナでそのお休みが増えてしまって、まあ、収入も減ったということで、そのお店から独立してですね、キッチンカーを始めるんだという人と話をしたことがあります。はいはい、で、やっぱりその今コロナもあってですね、なかなかその飲食業にテナントの形で入るというのはなかなかリスクもあると、まあ、そういう中ではその初期投資、参入障壁の低いキッチンカーというのはその出す側にとっても魅力的なようですね。外食や食品大手の参入も中島さん結構増えてきてますよね。そうなんです、大手だと先月モスバーガーが参入しましたし、さらには地元の有名企業も一昨日から参入しています。それがこちらです。茅野屋などを手掛けるくばら本家グループなんです。はいはい、くばら本家のだしを使った炊き餃子を販売していて、3個入りで300円、道の駅や市街地での販売を想定していて、家族層や若年層をターゲットにしています。私も贅沢したい時に味噌汁のだしに茅野屋使うんですけど、はい、美味しいですよね。いいですね。キッチンカーのイメージがないところもこうやって参入してきているんですよね。そうですね、続々と進出してますけども、一方でキッチンカーってコロナが収束した後どうなるのかなと思うんですけど、ここが堤さん一つ課題でもあると思うんですが、どうでしょうか。そうですね、キッチンカーが狙ってるのはですね、ブランドの浸透という側面もあると思うんですね。で、例えばくばらの場合はですね、確かに人気ブランドなんですけれども、その若年層にどれだけ浸透してるかっていうのはやっぱり課題だということで、このキッチンカーがあちこち回ることでですね、若年層に浸透していきたいという狙いがあると見られています。で、これはやっぱりそのポストコロナも睨んだ動きだと言えると思うんですね。そういう意味でその全国の飲食店に共通の課題ということも言えるので、このキッチンカーを使って自社ブランドを浸透させていって認知度を上げて、コロナ後の売上アップにつなげたいと、そういう戦略だと思いますね。あとはイベントなどが復活してきた時に場所を作る動きっていうのがどんどん広がっていけば、もっともっと生活に馴染んでいきそうな気もします。